本日は白鳥雅人さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、白鳥さん、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？私は書道家なんですけども、自分の書く作品によって一つでも世の中の笑顔とか幸福度、希望を感じる、なんだろう、その総量を増やしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。では実際にですね、どんな目標や計画を立てていらっしゃいますでしょうか？はい、活動のメインっていうのが2つありまして、はい、1つが、お名前ポエムっていうのがあるんですけども、名前の頭文字を使ったお名前ポエムを書いてます。どういうものかっていうと、今日撮影時が7月7日なんですけども、こんな感じで、これは森ひかるさんっていうトランポリンの、オリンピック代表選手なんですけども、こういう感じで、森ひかるっていうその名前の頭文字に、その人の何だろう、性格とか経歴とか、思いとか目標を載せて書く愛用作文なんですけども、でそれで、誕生日おめでとうという感じで1日1人以上、お祝いさせてもらってます。でこれが、もう活動自体はこれで7000名以上やっていて、アスリートに関しては今400名を超えてるんですけども、2020年の6月から始めてます。でこれを1日1人以上書いて、本人またはそのファンの方々に喜んでいただくっていうお名前ポエムをやってます。でもう一つが、お名前ポエムは1日1名です。でこっちが、日めくりカレンダーっていうのがあるんですけども、まあ、この作品が日めくりなので、まあ、31ページあるんですね。1日は、今しかできないことを全力で、2日目は覚悟という感じで。で、この日めくりカレンダーを1年に1冊作ってます。31作品作るのって結構大変なんですね。それを作った上で、まあ、リリースしてるっていう感じで、1日1人お名前ポエムと、1年に1冊、日めくりカレンダーっていうのを作っています。ありがとうございます。ではその現在、2つ活動されているということだったんですが、その現在の活動に対して、まあ、大切にされていることだったりとか、活動指針ですね、教えていただけますか？はい、書道家になってからもう10年以上が経過してるんですけども、まあそのまあ、コロナになる前は自分が有名になりたいとか、うん、たくさん作品を売りたいとか、うんうん、まあ、そういうのがあったんですね。うんうん、でもそのコロナ禍になって、まあ、そのスポーツが全部中断しちゃったりとかして、うん、まあ、いろいろ考えることがあったんです。で私自身が、元アスリートの書道家ということで、もともと水泳、まあ、競泳の、アテネオリンピックの選考会に出場したバタフライの選手だったんですね。で書道としては文部大臣賞をいただいて、今書道家として10年やっていて、まあ、日本国内はいろんなところ見てきましたし、海外はドイツ、オーストラリア行ったんですけども、まあ、コロナで一変したんですね。でその時にその元アスリートの書道家っていう私が何ができるかっていうことを考えたんです。でその時にこういった、まあ、アスリートを応援するお名前ポエムだったり、こうやって後ろにいろんな方にお送りできてるんですね。突破アスリートにお送りしたりとか、で、まあ、さっき申し上げた、日めくりカレンダーということで、これ何をしてるかっていうと、みんなの、まあ、応援をしてるんですね。まあ、応援書道家でありたいんです。でその時に心がけてることが、まあ、応援、尊敬、愛情っていうのを心がけて活動しています。はい、ありがとうございます。はい、ではそもそも、今までお話しいただいた夢やビジョンを持ったきっかけは何でしょうか？そこにはどのような発見や出会いがあったのでしょうか？そうですね、もともと水泳選手だったんで、国内の試合もそうなんですけども、アメリカで水泳の合宿に行ったんですね。で、高地トレーニングって言って、酸素が薄いところに行って、アメリカのアリゾナ州のフラッグスタッフっていう、北アリゾナ大学に行ったんです。で当時は水泳がまだ、高地トレーニングって最初は陸上選手がやるものだったんですね。陸上長距離選手がやるイメージだったんですけども、はい、私たちはその水泳としては結構早い方の段階で、時期が早い段階にその高地トレーニングにチャレンジしたんですけども、その最終日に
まあ、大体4週間ぐらい行くんですけども、うん、その最終日に、まあ、コーディネーターって言ってお世話になった外国人に、お手紙を書くんですよ。で私はその、みんななんかいろんなプレゼントをあげるんですね。日本から持ってきた日本人形とか折り紙とか、うんうんうん、で私はそのちょうど筆ペンを持ってきたん で、はい、で優しいって文字を書いて、うん、のショーンさんってミスターショーンって言うんですけども、うん、コーディネーターにショーンってあなたのために書いたよって優しいっていう文字を手紙に書いて、うんうん、でこれはカインドネスっていう意味だよっていうふうに送ったら、うん、ものすごい喜んでもらったんです。でこれがおすげえなと思って、私は水泳の合宿に行ってたんですよ、うんうん、水泳のトレーニングに行ってたのに、アメリカの合宿の最終日に手紙を書いて筆ペンで書いた時にこの漢字っていう威力と筆文字の魅力と手紙の効果ってすごいなと思ったんです。でその時に書道っていうのは日本じゃなくて中国じゃなくて、うん、アメリカにも世界中にも通じる魅力あるものなんだって。でショーンがめっちゃ喜んでるから思ったんです、うん、でその時に、僕は、もう国内外問わずその日本の伝統文化である書道を、広げるような書道家になりたいなっていうふうに思ったのがきっかけでした、うん、ありがとうございます。めちゃめちゃ感動的ですね。なんかもう本当最後ですショーンがいなかったらやってなかったと思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではその発見やその発見や出会いの背景には一体何があったのかっていうのを教えていただけますか。うん、そうですね。先ほど申し上げたその応援、尊敬、愛情っていう3つのキーワードは、うん、まあ、ここ数年で生まれたキーワードなんですけども、はい、この今私がやってるのは柿心っていうその屋号、お店の名前なんですけども、うん、それがテーマがその心で書く、心から書く、違う、心で書く、心を書く、心から書くっていうものなんですけども、うんうん、まあ、そもそも人間の心の奥底にあるものを発信していきたいっていう思いがあるのかな。それがすごく大元にあって、はい、でその手段が音楽の人もいれば絵の人もいるんですけども、うん、私の場合は書の場合がしっくりくるんですね。だから心を心で心からっていうものを大切にしてやっているのが私の活動の背景にありますね。心を大事にされてるのがめちゃめちゃ伝わってくるんですが、ありがとうございますまあ、心を大事にしようっていう何かきっかけみたいなのがあったんですかね、出来事とか。いや、もう至る所であると思うんですよね、うん、で、まあ、まあ末っ子の甘えん坊だっていうのがあるから、まあ、傷つきやすいこともあったと思うんですね。傷つきやすい男の子だったので、まあ、自分がされて嫌なことはしちゃいけないよって言われて育ったんで、まあ、そういうのは大事にしていたし、一番その嬉しいなって思うのが、はい、人と心が通じ合った時なんですよね。うん、何かもらった、何かあげた、わーいとかっていうものには、まあ、もちろん嬉しいですけども、そんなに達成感は、なんだろう、一体感はなくて、うん、あ、すごい、なんか見えない部分の、うん、一体感があると最高に嬉しいなって思って、それが多分みんなが言う心なんだと思うんです。だからあれ何でしたっけ、質問は。あ、心を大事にしてるっていうきっかけ。そう、伝わったってことです、うん、伝わったっていう感覚が大好きなんだと思います。うん、それを表現するのが私の場合は歌でも喋りでも、絵でもなくて書なんだと思います、うんうん、あれですね、3つのキーワードに集約される感じがしました。応援、尊敬、愛情。そうですね、これはなんか、それは自分の中でしっくりきたので、それを今大事にしています。自分自身もこれ毎日書くの、まあまあ大変なんです。うん、毎日本当すごいと思います、うん、はい、
はい、すごい下調べに2、3時間かかって、制作に1時間かかるんで、結構時間も取られるので、で、なおかつ言葉が出てこなきゃいけないし、その人に合った、その人を見るから、間違ってたこと書けないし、やっぱその、やっぱその応援、尊敬、愛情っていうのを自分の中に、ちゃんとしっくり落とし込んでおかないと、間違ったこと書いちゃったりとか、自分の活動が誰かを傷つけたり、なんだろう、不快な思いをさせてしまうんですね。そういうことは避けたいなと思ってるんで、その3つを大事にしてます。で、結果として応援、尊敬、愛情っていうのを、その活動以外の場、プライベート、例えば、まあ、妻とか奥さんとか、家族とか友達にも大事にしていくと、意外とその何、悪いことが起きない。だそうですよね。だって、応援と尊敬と愛情を持って接していれば、相手は不快な思いしないから、まあ、それは、なんだろう、良い副産物です。ありがとうございます。本当に素晴らしい活動をされてるなっていう印象を受けまして。はい。あとは、後ろにあるメッセージも。こっちか。はい。ポエムですか？右下。私から見て右下にあるメッセージが。あ、そうですね。はい。こちらもなんか大事にされているものなのかなと思って、今、聞いてみそうたかったでんですか。すね。これは私が尊敬するはい。相田みつをさんの言葉なんですけども、はい。命いっぱい自分の花をっていう言葉で、命いっぱい自分の花をっていう言葉で、まあ、その人がその人らしく花を咲かせるっていうことが、その人の幸せなのかなと思ってます。誰かのようになろうと思って、無理して着飾ってみたり、誰かみたいになろうと思って背伸びをしてみたり、っていうことは、あまり幸せにはつながらなくて、まあ、その相田みつをさんの言葉にもあるんですけども、その、なんだっけ、さ、トマトはトマトのようにとか、メロンはメロンのようにっていうふうに、その、ちょっと間違ったらすみません。野菜の名前間違ったらすみません。その人が、その人らしく輝くことが最も幸せなんだよって、そういう人が増えていくことが、争いも起こんないし、笑顔も増えていくっていうことなんで、やっぱその命いっぱい自分の花をっていうのはすごく大事だなと思ってるんで、一番目につくところに飾ってます。ありがとうございます。はい。そうですね。私も今日お話伺って、白鳥さんが本当に誰からか教えてもらったとか、そういう言葉じゃなくて、本当に白鳥さん心から出てくるメッセージを、お名前、ポエムにも詰めていらっしゃいますし、それがすごく伝わってくるようなインタビューでした。はい。嬉しいです。ありがとうございます。はい。本日はありがとうございました。白鳥雅人さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。